俺鳥になりました。うおうわうわうわ、お前蹴ってる、え、ちゃんとモーション蹴ってるじゃん。微妙な空気に、微妙な空気にさせやがって。次カンガルーいきます。はーい、カンガルーがいよいよ懐く方法をちょっとツイッターの方で教えていただきました。カンガルーに詳しい人いた。カンガルーに詳しい人、多分アボリジの血を引いてる人かなって思うんだけど。マジかよ、心強そんな人まで見よう。カンガルーはね、人参を与えることで懐くそうです。人参なんだ。人参のや、はい、馬みたいね。確かに人参が好きなんだね。ほい、ハート出ないよ。懐いてたまるか。大食いも大食いよこれ。え、全然懐かない。人参じゃないじゃない。たまることじゃない。出た出た。おー、で、からの、からの懐いたことによって、この彼のポケットはもう俺のものになった感じだね。ドラえもんみたいなあれやな。入れるぞ、トモさんがポケットに。カンガルーの袋、三掛け三。あ、三掛け三、ちょっとちっちゃめの収納があるんだ。それ、トモさんが入れたら面白いな、ね。ね、これみんなアクセスできる。シフトして右クリックすると中アクセスできるんだけど。できんな。できん。できないか。三掛け三が入るんだけど、剣入れてみるわ。剣を入れることで一緒に戦って。あ、持ってる。剣持ってる。危ない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 。剣持ってる。本当だ。ゾンビ連れてくる？うん。ゾンビってなんで？ゾンビ。持つんだ。一匹だけね。それゾンビがいいな。スケルトンだと不利だから。めちゃめちゃ。うん。めちゃめちゃ。ちょっとゾンビ探す。無理だろ、あの人にそんな一匹だけ連れてくる器用なことは。だってゾンビ以外、あー、あースケルトンが来ちゃった。あ、でしょうね、あーめっちゃ見えてたもんな。ちなみに肉食じゃないんで、草食の食べ物をカンガルーの袋に入れておくと勝手に回復します、食べて。へー、ついてきて。どこにゾンビおる？あ、ほんとだ。ついてきて、ついてきて。やばいやばいやばい。はい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 、戦ってくれ、こいつだ。うわうわうわ、お前蹴ってる。え、ちゃんとモーション蹴ってるじゃん。剣使わん。すごい蹴っ飛ばした今。三蹴り強っ。飛んでったよ。ね。うん。使わないんだね。よくやった。え、めっちゃ強く、ね、ほら、クミさんこれ強い生き物好きだからね。ダイヤの剣持たせてあげたら、クミさん。これを、うん、バンカンガルーとしていつも連れて歩きたい。バンカンガルー両手持ちになんないかな。あ、強い方採用されるんだ。面白い。剣だけなんでしたっけ。近接武器だから、近接武器じゃなければ斧とかもありなのかな。じゃあ斧渡してみる、ほら。あ、後ろから来たよ、持った持った。後ろ後ろ、いけいけいけ、こいつだ。おーらー、おーらー、蹴りやん、蹴りじゃん、結局蹴りやん。かわいい、俺んところ戻ってくんの、かわいい。じゃあクミさん返すね。クミさんみたいですね。確かにクミさん戻ってこないよね、割と。クミさん戻ってこないね。うん、何、いいねいいね、カンガルー仲間になった。これは面白い、面白い。だから人参があれば仲間になる、ね、そう、人参があれば仲間になる。だからクミさんも人参あれば、そう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 、仲間できるっていうことでした。仲間になったらいいのにな。で、あとはなんだ、エミューか。エミューは何でしたっけ、この卵かな。エミューは、エミューは卵ポコポコ産んで、焼くとエミューの卵なのかな、ゆで卵になるんだよね。ゆで卵になぜか、焼き卵じゃないんです、ズボンか。エミューはズボンだね。カンガルーの皮3個とできるよ。カンガルーの皮俺いっぱいある。え、マジっすか。うん、この中にさっき入れた。マジっすか。じゃあちょっともらっていい、それ。いいっすよ、入れますね、この中入れといてもらえれば、ね。アウトバックレギンスっていうのが作れる。時々飛翔物からのダメージを防ぐ、飛んでくるもの効かない。時々ってなんかでも怖いね。怖いっすね。確こんな感じ。エミューズボンではない。え、じゃあガストの火の玉とかでも効かんのかな。わかんない、どうなんだろう。クミさんじゃあ撃ってみて。俺撃つものある。クミさんさっき矢持ってたから。あ、弓矢いいよ。痛い。いいよ。味方は反応しない、ね、味方反応しないよこれ。お、よくられた。スケルトンやな、スケルトン。スケルトン連れてこない感じだ。おい、飛翔物しか扱われてなかった。今度じゃあスケルトン連れてくる。スケルトンか。
ゾンビがいるからちょっと私が。さあ来い。撃って来い。お、跳ね返した。跳ね返すんだ。すごい。跳ね返す。跳ね返してるほら。確率性。あ、痛い。うん、当たるときは当たる。今3分の2かわした。3分、うん、4分の2当たってる。今半分当たってる。5分の3当たってる。大丈夫大丈夫。痛い。6分の4当たってる。後ろクリッパークリッパークリッパー後ろクリッパー後ろクリッパー。セーフ。あ、跳ね返した。でも相当低いやん確率。おまけみたいな。7、8分。体感的には7分の1。10分の3くらい。だけど結構刺さったもん体に。うん、3割くらいかな。今トモさんなんかハリネズミになってるけど。本当だ危ない。ちょっと待って。うちには番官さんがいる番官が。うん。番官。番官来るんだ。番官。あ、番組がやっつけちゃった。倒した倒したからついてきた番組が。番組は報酬上げないと働かないから。倒して。報酬じゃあ報酬上げる仕上げ。増えろ仕上げで。増えていいですか俺。ダメダメダメ。エミューはそんな感じですかね。じゃあ鳥ちゃんにこのズボンあげます。はい。やった。このハシビロ子は？ハシビロさんは、うん、自動釣り機みたいな能力ですね。ほっとくとこの水場とかでそう魚を釣り上げるで食べちゃう自分で。でただ食べれないものを釣った時はその場に残るんだけど、今日この後紹介する入道カジカをあげると宝釣りが発動するので食べれないものを釣る確率が上がると。ああなるほどね。だから入道カジカを食べさせてほっとけばレアなものが釣り上がって足元にコロコロっと転がってるかもって感じかな。やるやん。それがハシビロさんの能力。めったに動きません。懐いてる人間に対しては首をプルプル振るそうです。君がハシビロ子に懐いちゃってる。懐いてる君に。おー来た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 。ハシビロ子これハシビロさんですね。ハシビロさんはそんな感じで、パシリ紹介しますね。次なんかいた。今なんかなんてなんてなかった一瞬。パシ次ロードランナー和名大道バシリ。あ、跳ね落として通称パシリ。これあの本当にあのバックスバーニーっていうバックスバーニーだと思ったけどアニメの名前ルーニーテューンズっていうんだって。アニメの名前ミミですか。そうルーニーテューンズの中にバックスバーニーがいたり あのロードランナーミミがいたりするらしい。コヨーテとかの追いかけっこしたり、ね、ミミやめてくださいミミミあれねクレーンだと思ってるわけね。あ、懐かしい。懐かしいでも結構前やわ。で、大道走りさんは、鳥ちゃんが装備してるそのブーツ。あ、それな。うん、ブーツが、砂の上だけ。大道走りさんはね、もうただ走り回ってますっていう説明しかないです。雑ですね。1ページしかない。雑すぎ。雑すぎ。あとは、ガラガラヘビを攻撃してくれるという感じ。あ、そうなんだ。はい。そうなんだ。じゃあ持ってきたい。ちょっと調べる。大道走りはガラガラヘビを食べるかどうかみたいな。あ、実際の生態なのかちょっと気になりますね。ガラガラヘビでもなんて言うんだろうな英語で。ベイビートイスネーク。BTS じゃないの。うわマジだマジで書いてあるウィキに。大道走りのウィキに、うん、ガラガラヘビやネズミサソリ捕食するって書いてある。あサソリも食べてくれるな。すごっ。すごい。主食はねトカゲ昆虫木の実だって。もう雑食だっていろんなの食べるって。まあでもトカゲも爬虫類やけんね。そうだね。まあ、砂漠だと選んでらんねえんだろうな。そうやろうね。うん。何でも食べちゃうんだね。へえ、マジの生態なんだねこれ。勉強なるわ。そうな、まあそんな感じです。で続きましてカラス。割と最近紹介しましたカラス。ガラガラヘビは。あれ牛になってます。はい。ラトルスネークだそうです。ラトルスネーク？ラトル。うん。ラトルが柄とか模様とかって意味なの？ガラガラって音ですよね。あ、音なんだ。尻尾を振って音鳴る。尻尾の先で、ね、そっか、柄じゃないのか、うん、ガラガラガラって鳴るの。シャーッと音立てるんですよ。その音があっちの人にはラトルスって聞こえるの。オノマトペなの。いや。え？違うの？うん。何なの？ラトルは別に擬音語じゃないですか。じゃあ何なの？まったく変な空気になったじゃないか。待っちゃった。何が来るのかな。何が来るのか待ったらソーラさんも分かってなかったっていう失礼しました。じゃあ続きましてカラス。牛になってない。カラス今アイテム探しに行っちゃったんで。あじゃあ紹介します。
了解です。じゃあカラス、牛なんで、あっちの紹介するわ。あっちの紹介します。カラスです。カラスは非常に頭がいい鳥さんということで、こちらカラスは懐かせて、チェストに看板貼っておくと、その看板貼ったアイテムをチェストにポン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 集めてくれるらしい。なので食べてる優秀。あ、懐かなかった。でカボチャの種で懐かせられると、これでハートが出れば懐くという感じですかね。あ、懐かない。ラスト1位で懐けば、ラメやんけ、懐く。やっぱ頭いいわ、やっぱ頭いいわ。狙っとるね、最後まで食べつく、ね、野生のカラスは、農作物は荒らしますので、カカシ代わりにくり抜かれたカボチャを置いとくことで、カラス避けになるらしい。なるほどね。なるほど。うん。で、俵ブロックの上で回復するんだって、座ると。だからスケアクローですよね、英語では。スケアクロー、スケアってわら？カラスを怖がらすって意味。あ、カカシが？うん。そうなんだ。そうですよ。いや、ビビッときた今。スケアクロー、スケアって怖がらせるって意味なの？うん、うん、怖いって意味。カラスを怖がらせるでカカシなんだ。うん、うわ、おい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 、なんで俺だけなんだこれに感動してるのが。まんまだなと思ってんだもん。ねえねえ、ラトル調べてきた。はい、お願いします。ガラガラ、ほらほら、微妙な空気に、微妙な空気にさせやがって。ガラガラなんだ、言ったじゃん。まさかのソーラさん敗退。ほらほう、言ったじゃん。出たね。いや、知らん、俺は知らない。俺は知らない。ガラガラのベビートイじゃないですよ。ガラガラ。ベビートイじゃないって本気で思ってない。俺の揚げ足を取ろうとしてきやがって。負けられない戦いここにあったわ。ソーラさんのプライドに確かにな。関わるよな、英語だから。はい、まあ、カラスはそんな感じ。カラスはとても頭がいい動物らしいんですけど、やっぱりね、他の、うん、俺調べたの、カラスなんで頭がいいかって、うん、他の鳥よりやっぱり脳みそが大きいんだって。へー、なんか小猿ぐらいの知能はあるらしいよ。めちゃめちゃ頭いいじゃん、それ。めちゃめちゃ頭いい、うん、ね、だってくるみ割るんだもんね、うん、道路に置いてね、道路に置いて。多分そのうちの時代、10年後ぐらいには多分くるみ割り機使い出すんじゃないかな。なんか公園の水道とかひねって飲むとか言います。マジ、うん、すごい。あれカラスの力で回るんだ。回る、つついて、ついてる。すごい。続きまして白頭足いきます。ちょうどここにいるので。はい、うん、白頭足はね、バードイーグルだったかな。かっこいいよね、この姿が。バルドイーグル、大きな中立の猛禽類で、さっき映したんですけれども、飛び回って小動物とか魚を食べ尽くします。こいつ外に放すとやばいです。ここら辺死にます。はい、大変なことになった。さっきアライグマが絶滅しました。急いで捕まえてきたからな、2匹。マジで頂点捕食者の強さを見た。何もできなかったもんな、俺ら。しかも、中立だからさ、ワニと違ってその人間をタゲしないから、もう止めらんないんだよね。そう。襲っては上戻って、襲っては上戻って。そう。めっちゃ強かった。何もできなかった。魚の油、魚油をあげることで、飼いならすことができると。魚油、どうやって取るの、魚油。はい。で、魚油はね、こちら。魚油の元になるの捕まえてあります。鹿に入ったから見ないようにしたけど。さすが鳥ちゃん。なんか、丸っこいの湧いたな。はい。こちら、これが入道カジカ。入道カジカ、これ。入道カジカ。入道カジカってこんななんかなよっとした魚なのかなって思うけど、入道カジカでちょっと検索するとその画像貼るわ。もう絶対見たことあるわ、みんな貼るね。これブロブフィッシュって英語で言うんだけど、これです。やっぱこれ結構ネットとかツイッターでちょっと顔が面白くて話題にされてたりするんだけど、これが入道カジカって、深海の生き物だって。あ、深海魚なんですか。はい。で、捕獲はしてきたんだけど、やっぱりね、深いところにいた、海底の。あ、じゃあ取るの大変だった？取るの大変だった。バケツで取るの？バケツで捕まえられた。11マスより下にいると、
あのもっとギュッとした本当の姿になってる。でこの多分水圧のあれを再現してると思うんだけど、マジ？そこが変わるんですか？え、このまま潜ってみようかな。潜ってみると変わるよ。地上付近にいるとこのブヨブヨっとしたピンク色になるけど、深いところにいると黒くてギュッとしてる。姿2種類あります。こいつわからんな。こっから魚油を出すそうだ。かわいそうだけど。あ、もう、まあでも魚油にするってことは絞るんでしょうね。入道カジカは深海で見られるゼラチン状の魚です。通常は灰色で縮こまっていますが、水深が10ブロック未満の場合、入道カジカはピンク色のブヨブヨの塊になります。4匹のブロフィッシュと1本の瓶を使用して魚油を作ることができます。魚油を使用すると水や雨の中での浮揚を制限できます。なんだろうこれ、水や雨の中での浮揚、浮かなくなるってことなのかな。他の魚と同じようにバケツに入れることもでき、スライムボールで繁殖します。ブラブの意味調べました。はい、どういう意味ですか。太っちょって意味だって。あ、うーん、太っちょ魚みたいな感じなんだ。うん、これこうしてちょっとかわいそうだけど、叩いちゃうみたい。そうすると原因になるんですか。さばいてこう。倒した。あ、なんか出た。うん、これでそのブロブフィッシュをこれで手に入れるんだって。あー、なるほどね。つぶらな瞳が開いてる。ごめんね。かわいそうだけど。ごめんね。ちょっと面白いよね。ちょっと面白い。技系のゲーム出てきそうだ。出てきそうだな。うん、4つと、あ、できた。魚油できました。魚の油を取って、うん、で、ちょっと前に作ったこの、これ持って、うん、手袋と思って、あー、見たい見たい。白桃足がつくの。白桃さん。ぴったり出さないように気をつけてくださいよ。ね、一応キッシングゲートにはしてはあるんだけど、右クリックかな。いっぱい。どうしたの？黒煙。じゃあ行きます。はい。はい。ポン。あ、来たー！世界の警察。世界の警察なんや。こんな集めといて一発かい次は。世界の警察。待ってる状態にしとくわ。で、これによって、はい。鷹狩り用グローブ装備します。じゃあ作りますね。鷹のやつできた。鷹、うん、狩り用のグローブとポンポンポン。私が焼き卵なんだけどな。ポン出た。鷹狩り用フード、鷹さんにかぶせるのかな。ちょっと俺が一回やってみていいですか。あ、手あ、手に、あ、本当だ。手が、あ、本当だ。左手の方がかっこいいかも。マジ。じゃあこれ F、 どっちかに持てばいいみたい。うん、装備で、これで右クリック。おお、鷹城だ。すごい。クミさんが、クミさん、クミさん、クミさん、ちょっと寄りすぎ寄りすぎ、寄りすぎ。クミさん見えてる見えてる。俺見えてるね。見て、あんたこれ左手すごいことになってるよって言ってるわけでしょ。見えてる見えてる。誰よりも俺が見えてる左手は。飛び立たせてよ、その手から。これで対象生物をクリックすることで飛ぶそうです。うん、あ、じゃあ、俺やそこ。ポイントがいるんだ。エンダーマンいる。ゾンビ行くね、ゾンビ。あ、ゾンビ。ゾンビに向かってクリック。いけー！おー！バチー！わー、すごい！バチー！強ー、これ！あ、滑空してる！急降下攻撃だ、これきっと。おー！あ、でもそんな強くない。強くはない。強くはないね。援護。ちょっとした援護的な。援護的な。待って、全然ゾンビ倒さないです。あ、倒した。カンガルーが強すぎる説あるな。確かに。戻ってこーい。全然戻ってこないです。じゃあお前が来るかい。トモさんの左手に俺が乗ります。さすが、言葉が通じる通り。これ外してフードを持って、タカさんにフードを持って右クリック。おー、ついた。かっこいい。あー、こんなか、これ見えてんのかな。あ、見えてないから飛べなくなるんじゃないの。あ、そういうこと。飛べなくするものなんですか、それ。そうなんじゃない。だからほら、いた。お、飛んで。え、あ、飛んでない。エンダーマンが大怒り。あー、見ちゃったな。あー、あ、でも鳥戦いより、うん、待って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 、強い。いや、今マジで全員がビビる事実発覚。何？そのフードかぶせて鳥撃つと、俺が鳥視点になって鳥操作できる。今ドローンじゃん。完全に俺操作できなくなって、エンダーマンに襲われたのは、もう自分を
鳥視点で見てて動けなかった。あー、そうさ、あーそうなんだ、ついちゃってたんだ。へえー、マジこれ、どう、ありがとうクミさん、こう思って射出、うん、俺鳥になりました。あ、そうなんだ。あ、でもトモさんそれダメージ入るわ。触るだけでみんな傷つけたってやつ。ほ、星4くらいは鎧着ててもやば、星4じゃない、勝っても来るな来るな、本体にダイレクトアタック、やめろ、守るぞ守るぞシャーあ、ごめんなさい、ごめん、離れて、離れて、急に止まれない、バサバサ。これ本体当たる、当たる、当たる、あ、と本体のダメ、本体プロモンやシャーいた、強ハードフォルム、これは強いですよクミさん、マジでドローンだもん、やばいね、クミさん欲しがってる。またみんなの分の白桃足手に入れて白桃足レースしようよ。いいね、あー面白そうそれ。じゃあ今回こんな感じですかね。じゃあ今回紹介できなかったのはガゼルゾウさんあたりかな。ハチドリ、まだか、あ、ガゼルゾウさん、ハチドリあたりか、うん、デビル、ハチドリ捕まえたの、ハチドリその上にいる、捕まえてある。あ、そうなんや。これでまだ3分の1も終わってないってやばいな、このボリューム、ペースが結構パート数出てるよ ね、面白い、これ面白い。うわー、なんか黒いのいる、あ、ガリーラーがいる。あれってオマキザルさんじゃないの、怖くて後ろが見れない、すごい速さでいいそれ